さて、続きやっていきましょうか。この場所、中入れるということなので、マグマの杖だけか？これ使って入っていきましょう。行きましょうか。馬車はない。一応ボロンゴと、あと息子を連れていくかのような感じになってます。で、ガンガン行こうぜではなく、呪文使うな。ギガデンか、ギガデンじゃないな、ライデンか。ライデンがかなりね、使い勝手良かったので、経験稼ぎの時には使えたんだけど、さすがに、ダンジョンの中だと即座にね、MP がなくなりそうなんで、当面このままで。先が見えたらね、ガンガン行こうぜとか変えてもいいかもしれないけど。これまたなんか厄介な、乗ればいいの？こっちが、ん？そうじゃない？ここから乗るとかいうことでもない。え、これどうすればいいの？あ、違う、乗れるわ。あ、ただね、こういうのって自然に動くもんなんじゃないの？あー、で、いかにもなんかスイッチで別方向行けみたいな感じになってるけど。多分今、そのまま乗ったら手前側に飛んでくるかのような状況になると思うけど。まあでもあれか、わざと乗ってここまで来て、そしてここにスイッチあるってことが分かるようになってんのか。まあそこら辺考えられてんね、やっぱり。これ。こっちの方に飛んできて、スイッチがあること把握できて、一番最初はね、理解を流すっていう。うん、スイッチなんか動くものと思ってボケと見ちゃうけど。となったら、まあそんな難しいことはないよね。大抵、二股なんでね。三つ四つ分かれてたら動く問題だけど。そうじゃないんであれば。呪いをかけた？大丈夫か？そして、結構これ硬いんじゃない？今。うん、混乱。100以上あるね、HP。ボロンゴと主人公セットだと、もしかしたら1回で倒せるかもしれない。厄介だね。マグマの杖。イオラというよりか、イオぐらいの威力かな、今。20、30あたり。みんなやたらアイテム使うね。まあ、こっち側はそれなりにダメージ与えられるけど、ボロンゴの方はいまいちだったね。どんな風に進むのか。普通に考えたら下だよね。今の状態だと下に行く。大抵こういうのスイッチ1回ぐらいは入れるんじゃないかなと思うんで、となると正解こっちかと思ったけど、そうではない。大したお金も入らずに。うん、右が倒した。120ぐらいか。HP が。いやー、本当にエンカウントは、なんとかならんか、これ。とはいえ、これぐらいのエンカウントじゃないと、経験稼ぎの時はね、すごく大変なんでね。なかなか敵が出てこずみたいな感じになってしまって。かなり時間使ったんで、経験稼ぎに。よく昔、やってたなっていうね。さて、これは、いやー、こっちが先行くか。宝箱は、まあ、宝箱はどうする？取りに行くんだれば、こっち側だと思う。だが、当然敵出てくるんで。
うん、息子が危ない。あと一つか二つぐらいはまだ買ってない防具あると思うので、ここら辺変えればもう楽になると思うけど。小さなメダル。そろそろ名称だけ見るとね、もう最後の方の防具になってたんで。ああ、命の。これはアイテム欄がかなり厳しくなっている。命の木の実を主人公に与えるか、それとも娘の方に与えるかっていう問題もあるので、どうするかな。息子に渡すか。娘の方が実は HP 高かったりするんでね。うん、6上がった。そしてこれは通れはするのか。うん、今回は結構なダメージ。これはキアリー持ってる人いないんじゃない？ひょっとしたら。毒は時間で消えるんだればいいけど、凍てつく波動、なるほど。ボロンゴが覚えた。キアリー持ってるね。これは下の方行っても意味ないから一回切り替えないとダメか。いや、そもそもトロッコがない？トロッコをまず取りに行かないとダメかも。いや、でも上の方がなんか崖だったような気がしたけどな。うん、レベル上がった。これ、ダンジョンの中いるときは、あ、ベフォーマラ覚えてる。他の味方、あ、トロッコあるね。他の味方はわかんないか。多分、レベル上がんないよね。経験入ってないような感じだったから。あ、よくないよくないよくない。これは、さらにもう一回。これ、最初まで戻されそうになってんだけど。危ない危ない。これ最初に戻されてまたこのエンカウント率で敵と戦って MP 減らされるっていうね。最悪のパターンが待ち構えていたけど気づいてよかった。そういえばメダル王の拠点がまだ分かってないんでね。いい加減手元にあるメダルを預けたいんだけど、まだそういう話になってないんで。うん、ジャンプして、さらに。あ、それでもこれで終わるんであれば楽だけど。おっと、一気に行くね。これ、すぐ行かない方がいいんじゃない？いや、そもそも、歩いても行けそうだね。蹴飛ばした。大丈夫か？馬車に入るかと思ったけど。もしかしたら、外だと馬車に入るような技の可能性あるよね。今は馬車がないから、馬車に入れられるってことはなかったけど。ジャンプしてもしなくても問題なかったか、トロッコで。うわー、嫌だなー、こういうの。結局はエンカウントが嫌なんでね。普通に歩く分にはいいんだけど。魔法の聖水ね。これアイテム枠もカツカツなんだけど。かわされている。うん、混乱。だって今56ダメージ与えたね。
これで右側行くのもいいんだけど、上はどうなってるんだ。まあ上、うん、行けなくはないけど、あれか、これ右側行って左側戻ってくる過程で先にこのスイッチやっとかないとダメとか、そんな感じかな。上の方は逃げましょう。まあそうっぽいな。下手するとここまで、同じような場所まで戻ってくる可能性がある。あの下の宝箱も気になるけど、もういいでしょう。ここまで大事なものが入ってるような気もしないし、ボロンが危ないね。それでも結構進んできたけど、主人公の MP そこまで減ってないんで、あ、違うわ、息子の方の MP 使ってるのか。全然減ってないから大丈夫って言おうと思ったけど、MP 吸われたのかな。なんかちょっと MP が呪われたみたいな表示に見えたけど、一瞬だったからちゃんと読めてないけど、まあだから特に何も問題なく。あ、ちょっと待って、何これ、なんか食らってんね。呪いか、多分。これどうやって見ればいいんだろう。呪い、ああ、呪いマークついてるね。呪い解くのは何だっけか、多分呪い解くというものはないんだっけか。え、これいつまで続くんだろう。聖水振りかけるとか、多分そんなものでもないと思うし、ちょっと、ひどすぎるんだけど、これ実際にずっとダメージ食らうのかな。誰かが解いてくれればいいけど、誰もそんなことをやってくれる気配はない。あ、それでも受けてるダメージ限定的か。んちょっと待って、 MP が呪われただから、これ MP が減ってるってことはあるのかな。あんまり細かく見えてなかったからどういう状況かがわからない。まだ効果効いてるね。一旦回復やっといて。これどうなんだろう、上先、これで上行くか。97、今96になった。やっぱり MP の方が削られるような感じか。いや、これ解く方法ないの、ひょっとして。あ、ずっと不利な状態で、で最後のボスのところでゼロになってるとか、そういう可能性あるよね。仲間を呼んだ。呪いなんだろうな、対応するの。いまいちわからない。多分アイテムではその手のものはないと思うので。嫌だね。変なストレスがたまる。この戦闘中にはね、マイナス効果出ないからいいけど。うん、会心。いやー、これ画面的にもなんか辛いな、こういうのが。ずーっと赤く、明滅してるのは。正解。終わってくれるか？この水で洗い流されてくれればいいんだけど、そういうわけにはいかんのか？ 30! ひどすぎる、ひどすぎる。37まで減ってんだけど。いや、これなんだろうな。待って、誰か、今誰かいなかった？あの人何やってんの？
悲しそうに。前出て大丈夫なの？ダメージ受けるんじゃないの？前出たらダメだよね。あ、なんだ、素通りか。あ、壊れちゃった。あ、でもまあまあ。何やってんの、この人。20年以上回っていた。多分そんな回ってないんだろうけど。プサン、かつて天空の民だったもの。私もお供しましょう。ちょっと待って。変なの加わったんだけど。え、何これ、普通に仲間になる人なのかな？それもなんか怪しいモンスター系の何かなのか。いや、だが、この人呪いとか何かがあればいいけど。あ、本当に仲間に加わった？ちょっと一旦やっぱり戻らないとダメだと思うので、戻ってまたここまで戻っておきたいと思います。いやー、ちょっと待ちひどすぎる、ひどすぎる。リレミと使えない。まあ、あとわざかと考えて、頑張って向かうって手もあるけど。まあ、もしくは、息子任せで、そして、MP 回復系使うっていうね。あ、手もありだと思うけど。あれ乗ると上に行ってどうなる？あそこは、来た場所だっけか？いや、そんなことないよね。向こう側に行くんだけれども、でさらに右側行ける。右側戻るから意味ないよね。行くなら多分左側だと思うけど、階段登ると、いやー、もういい加減敵も逃げたいけどな。冷水が有効かどうかわからないのと、アイテム持てる枠の問題もあるから、あと、いい加減も賢さの種。これ使わないとダメなんだけど、誰に使わせるかがまだ決まってないんだよね。確か30以上だっけか？ 30 以上だと、行動をちゃんとやってくれるっていうね。これ賢さ72、ボロンゴは？でももう43までいってるから、そんなこと考える必要性ないか。これは回復しないとダメだよね。多分左側行かないとダメだと思うけど、そうでもない。いや、そうでもあるな。は、宝箱。祝福の杖、これあれじゃない？ HP 回復系。わからないけど、よく。使ってくれること願って。まあ、そうであるならば、いや、まあ、もしくは自分で使っててもあるか。そうであるならば、多少はね、希望が。なんとかやってきそうな気はする。どうするか、これ使っていけるか。あ、戻るだけか。あ、違う、上いける。これマグマの杖か。うん、混乱で攻撃。このトロッコでもう出口まで行ければいいけど。プサンってなんだろうな、6作目にもいたのかな。最後の方で変なルート。大丈夫か？二つに分かれてる可能性あったけど。大丈夫これ、ボス出てくんじゃないの？あ、どこ行ってんのこれ。これ水の中？これベラのところ行くとか、そんな感じかな？
でもベラは別に、ちょっと待って、これ。おう。おう？やり直しようとして。え？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。今のないでしょ。あ、でもルーラでいけるって言って。あー、そもそもポイントがない。ルーラで今の場所、天空城いける。危ない危ない。だがちょっと回復だけやってからまた来ようかと思います。では戻ってきて。もうこれどうなんだろう。6作目と同じような見た目なのか。あ、そっか、水の中か。ここも行けない。ここも行けない。で、後ろから、後ろからついてきてる人、なんか喋ってくれてもいいんだけど。目的の場所ついたのに、何も喋らずに。ここか。ここで喋ってくれている。この城がなぜ天空から落ちてしまったのでしょうか。真ん中行けるか。行けそうか。そうでないと。通れる。ここにも誰もいないようですね。王座の後ろに秘密の階段があった。怪しくはないのか、このなんという人は。ここまで知ってるってことは、もしくはこの何か先にある宝箱とか、そういうのを目当てに喋ってる可能性あるけどね。これはここ関係ない。なんか今勝手に動いたな。ゴールドオーブがなくなっているではありませんか。邪悪なものが復活するときに開けた穴。オーブ一つでは支えきれずに、やがてこの城も。意味わかんないね。こっち側あるね。シルバーオーブね。ロックで、この二つのアイテムってあったっけかな。なんかあったようななかったようなね。あまり記憶にないけど。オーブのオーラがかすかに残っている。眩しいね。これは過去の話かな？あ、なるほどね。オーブが落ちてしまった。空を描いてるのか。で、雲を突き抜けて落下なんだけど、どこに落ちたかはわかるかな？あー、これどこだっけかな？ああ、ダメだ。これ見てもわかんないわ。多分行ったことある場所だと思うけど。説明が出るのかどうか。パパスのところ？そういうわけでもないか。ああ、なるほど。どこだっけか、これ。なるほどなんだけど。どこか忘れた。え、なにこれ、ビアンカなに。え、こんな、これあったっけかな。まあ、多分あったんだろうけど、もう記憶にないな。結構、間を空けてプレイやってるから、最初の方の話が覚えてない。え、これどういうこと？大人の主人公が子供の主人公に言ったってことかな。
あ、宝箱の中に入ってるとか？ヘンリーの。関係ないか。これは過去を単純に描いてるだけ？まあ、少なくとも今の話の中だとビアンカになるけど、このキラーパンサーの子は。ああ、キラーパンサー、ボロンゴが持ってるというわけではなさそうだけど。あ、なるほどね。そういうことか。あ、あったな、こういうの。うん。ふざけ散った。なんか、ほがらかな音楽だけど、やられてることは、一番良くないことをね、やられたかのような。オーバーすでに壊されていたようです。伝説では2つのオーブは妖精たちの祖先が作ったと言われています。なるほどね。ここでベラのところに行けば良いとなるが、妖精の村に通じる森がある。わかんないな。森？まあ、あの、占いのおばあさんに聞けばわかるかもしれない。どこだろうな。多分、あ、森ね。わかったわかった。どこかの塔から移動する際に何かあったね。水のところを抜けた先に、だけど通れなくて帰ってきたっていう。よかった、直前にその場所行っといて。まあ、それが正しいのかどうか分かってないけど、多分あれでしょ。いろいろ調べて水の中の何かを調べようとしたけど、結局は何もなかったみたいな。どうやっていく？魔法の絨毯。どこら辺だろう。真ん中あたりだったと記憶してるけど、ここだけか？違う、これはあれか。グランゼニアとかそんな感じの。多分南西側だったと。一旦どこかで降りて確認したいけど、見つけた。よかったよかった。これは、ガンガン行こうぜ。もし、特に、ダンジョンがないんであれば、このまま進みたいけど。ライデイン。これが結構強いんでね。道も大事にしてくれるんで。この場所だと思うけど。そして主人公を出さずにピエールあたりスライムナイト使って、でスライムナイトもイオラ使えるんで、それでずっと経験稼ぎやってた。全体攻撃が可能なんで全員いい感じに稼げたような気がする。はぐれメダルとかね、倒せればよかったけど、全くそんなことがなかったから、まだ一回も倒してないような気がする。多分ここ、これしか考えられないぞ。まあ、特にこれ調べなくていいのか。ここから上に行けっていう目印だけかもしれないと思ったけど。ちょっと待って。ここじゃないの？普通に考えてここぐらいしかないんだけど。ああ、もしくは、まっすぐじゃなくて右とかの可能性あるのか？特にそんなことはない。これ、目印か何かになってないと、おかしいよね。だから、総当たりでやっていくってのもなんかバカバカしいような気がするしで。うん。ああ。いや、ここぐらいだと思うけどな。
逆にここじゃないと、どこ行けばいいのかが全くわからない。敵が出てこないからいいけど。これ、いや何かあると思うんだけどな。マグマの杖使えば、ここら辺の一帯が焼けて、わかるとか、そんな感じ？マグマの杖。まあ、そんなことはないよね。ちょっと一旦探索やっておこうかと思います。さて、案内役、占いのばあさん。ああ、ダメだ。そうじゃないんだよ。それはわかってるんだけど。とても高いところは天空城ってことか。そうじゃなくて。ここではわからない。ではさらに探索やってきます。さて、故郷戻ってきたんだけれども、自分らが出会った場所は、ここの地下と、あともう一箇所なかったっけかな。どこか。あれ、ベラと、もう一箇所どこかで出会ったような気がするんだけど、ちょっと記憶がないかも。この人何か知ってないかな？不合欲は。ああ、ダメだね。教えてくれないか？うん。あれ、ここは、行ったんだっけか？まあ、いっか。で、洞窟。うん。これ、宿屋か。あれ、武器がうんぬんっていうのは、ここの話じゃないのか？うん、ではまた探索やっておきたいと思います。さて、サラボナの東側、ちょっともうネット情報見てしまったんだけれども、多分このすぐ上だと思う。いやー、こんなのわかんないって。多分ここだと思うけど。いや、違うか？いや、ここじゃないな。どこか。この東側。あ、なるほどね。なんかそれっぽいとこあるね。あるんだけど、どうやって行けばいいか。ここら辺が迷ってるような感じになってるってことかなのかな？特に何もなかったんだけど。さて、この辺り、多分この先だと思うけど。さて、サラボナの南東辺りのこの場所だそうです。これはさすがにネット情報見ないとわからなかった。でも、ちょっとこの場所に関しても、ネット情報を見て終わらせましょう。右ってこれ、どっち側なんだ？上の右なのか、それとも、あの場所から見て、主人公から見て右なのかが分からなかったけど、なんか右上に進めば大丈夫みたいな話があるんだけど。いやー、あんな一箇所をどうやって見つけろって言うんだろうな。占い師のばあさんがね、ちゃんと案内してくれればね、よかったけど、それがなかったから、なおさら分からない。この後上かな？この場所も分からないし、このルートもよくわからないと思う。んで、この焚き火の場所に来て、この焚き火って、ああ、あれは6か。6の一番最初にね、焚き火に主人公と他2人ぐらいがいて、みたいなことがあったけど。あれとは関係ないか。でも繋がってんのかな？父さん、焚き火のところに誰かいるよ。これか？おっと、誰だ？
あ、なるほどね。大人になったから自分は見えないけど、子供の方は見えてるってことか。で、これベラか、多分。うん。もう戦いにはならないか。懐かしの音楽。気づいてないか、多分昔会話したことあるはずだけど、20年くらい前だった。うん、で、今案内してくれた人は？さて、会話。そっかそっか、何か将来手助けしてくれるみたいな話がね、あったはずだけど。このホルムを持っていきなさい。妖精国の女王が、あれ？この人が女王じゃないの？妖精のホルン。え、どうすればいい？ああ、これベラか。いかんせんもうドラクエ10の姿を想像してたから、なんか普通のね、そんじょところにいるキャラクターかと思ったけど。妖精国の女王とこのポアン様はまた違うのか？下の階にいるルナが教えてくれる。この辺りから入れるはず。うん、ここは違う。普通の人間に見ることはできない。妖精のホルンを吹けば見ることができる。山、まあ、これこそが、場所か。自分が最初、あの場所かと言っていたね。では、移動をやっときたいと思います。さて、今、この街に入ったら何かしらイベント。なんだろうな。あまりにも唐突だったけど。でも関係ないイベントだと思うからやめときましょうか。ちょっとメインストーリー一直線で行きたいんで。もしかしたら後で関係ね、するかもしれないけど。なんだろうね。フローラーがいなくなったとか。こんな感じか？ではこの場所再び行きましょうか。これ女王に即座に会えるのかな？また何かやらされる可能性あるけど。多分この場所。妖精のホルン。ああ、全然わからない曲だな。初めて聞いたかも。いや、当然昔は聞いてるはずだけどね。これは水の中というわけではないのか。あ、なんか無反応だね。人間が来たから何か騒ぐかと思ったけど。あ、なるほどね。伝説の勇者が生まれたことは知っていた。これが女王。同じものを作ることはできない。光るオーブを取り出した。振ろうとした。形は似てるが、浮上させるほどの魔力はどうしてもない。なんだろう。この後何かまたやることによって、使えるようになる可能性があるけど。これは、どうすればいい？城の中で何か教えてくれる可能性もあるけど。この人は普通の僧侶か。
もしくは一旦天空城戻って、うん、ビアンカさんは伝説の勇者の子孫。うん、これフローラだったらどうなるんだろう。そこら辺かなり気になるけど、いかにもドラクエ3の主人公っぽい見た目だけどね、描かれてる絵は。もらったオーブを持ってここにいらっしゃいますように。いや、もう来てるんだけど。え、どういうこと。あ、これあれか、本人が持ってないとダメってことか。うん、思い出の場所に運んでくれる。どこだろう。教団の場所かもしれないけどね。あの、何かしら作っていた場所。どこだどこだ。うん、パパスといた場所か。で、ここに来て何をするのか。多分パパスがいるんじゃない。この姿だと気づかれない可能性あるよね。うん、まあそりゃそうでね。上にいる。パパスが何かやってくれるのか。ラインハットには行くなというのか。しかし私の妻に似た目をした人よ、お主の忠告だけは気に留めておこう。いや、そうじゃないんだよな。オーブを何かやってくれないかっていう話でね。どうなんだろう。どっかで変化はないか。もう一回ダメか。え、でもここで何かするような状況にはなってないけど、またベラがいるとかでもない。一旦出た方がいいのかな。ここでオーブをゴールドオーブにするような、そんな人はいないと思うけど。これは一旦外出てみてどうなるか。もしくは洞窟の方という可能性もあるけど。通れるよね、これね。これはどう考えればいい。単純に過去を巡るみたいな感じになるのか。となると次はビアンカと出会った場所とか、そんな感じかな。いや、これ城に戻ってきてない、この流れ。これなんか回転とか、なんか様々なスーファミの要素が追加されたからできることがね、それを使ってるかのようなね。え、ちょっと待って。え、これ思い出の場所に運んでくれるのはいいんだけど、やっぱり向こうで何かしないとダメでね。オーブ持ってここに来たってことは、オーブを使って向こうで何かできる可能性が
どこかあったか？そんな場所。さて、戻ってきて。ここら辺、ベラ絡みだよね。とはいえ、ベラが何かやってくれるっていうわけでも、当然ないだろうし。あのじいさん、何か、知ってるかもしれない。もしくはそうでなければ洞窟の方に入って、待って、こんなのさっきいた？教会のお姉さんが言っていた素敵な人。あ、ここで入れ替えるんじゃない？もうこれは以前なかったよね。あの過去の記憶みたいなもので見せられたけど、実際にプレイしてる際にはなかったはず。なるほどね。ああ、ここでベラと行ってしまうのか？ベラのところに。さて、特に会話変わりはないか。なるほどね。こんな話だったのか。ではまた長いこの切り替わり見ていきましょうか。これがスーファミの限界を見るかのようなね。機能を十分に活かした描写ということで。まだこっち側の方がね、初期の頃だから、6と比べてね、いろんな動きはしてないけどね。6だと回転とかいろいろ使ってたけどね。拡大縮小とか。まあ実際にこれがそうなのかはよくわかってないけどね。適当に言ってるけど。スーファミの機能を使ってるのか使ってないのか。うん、まあこれで、ここの問題は解決した。右側行っておきましょうか。この人は？うん。うん。持ってって良いとなっている。雷の杖。プリンセスローブ。かなり上がるね。35上がる。いやいやいや、ここではもう武器防具買えないから、一つ手前がほぼほぼ最終段階か。あとはちゃんとアイテムね、取っていかないとね。今後今みたいにガッツリ上がるものが手に入る可能性がある。もう一回会話やっていきましょうか。うん。会話が進まない。ここでルーラー使えるか。どこだっけかな？天空城か。うん、当然無理か。これどうすればいいんだろう。このまま行けばいいのか、それとも笛また吹かないとダメなのか。一応外には出れる。あと天空城でね。天空城。一応 MP は回復済みなので。
ね、確か後ろ側。これ久しぶりにやってこの場所忘れたらどうなるんだろうとか思っちゃうけどね。案内役もいなくなってるから。というわけで戻ってきたんだけれども、とりあえずここで終えてまた次回続きやっていきたいと思います。また次回再生リストから続きご覧ください。ではでは。